はい、こんにちは。権利収入あるあるですね。まあだいたいセールスをしてくる人って同じパターンなんですよね。これがうまくいくからそうやってるのか、それとも何をやったらいいのか分かんないから、とりあえずそれやってるのかってことなんですけども、うーん、分かってないんですよね、みんなね。 ええて言えばね、ここうういうことなんですよ。まあ古い時代になりますけど私たちの時代っていうのは中学高校時代っていうのはグレるやつって必ず出てくるんですよでもこれ心からグレてるんじゃなくてファッションとしてねそういうふうにやってみようかなっていう形なんですよでそれを表現するものとして改造制服をわざわざ作ってみたりねヘアスタイルをちょっとこう粋にしてみたりとかね金髪染めてみたりとかそれから歩き方をねわざわざ自分の歩きにくいようなねこうなんかグレた人の歩き方を真似してみたりとか要するにテンプレートなんですよ 俺はこういう風になってますよってうこういう風に見せたいんですよっていうテンプレートなんですよねだから権利収入あるあるやってる人も似たようなもんで自分は権利収入を稼いでますよっていう表現をどうすればいいか分かんないから人から教わったものをやるというね <laughs> オリジナリティ全くないですよねこういう風なオリジナリティのない方っていうのが権利収入を得てるってことはないです誰でもできることをやっていて誰も誰,誰もがね誰でもできること要するに誰かが変わってくれもらってもいいこと 自分じゃななくててもいいいことをやってる限りは権利収入ないですねあなたにしかできないこと自分にしかできないことが世界で唯一求められるものになると思いますね。うんなかなかね高級肉食べたりとかねいやいやなんかね実際に私はねこう今みたいな暮らしして思いますけどもあの美味しいご飯食べてる時撮影したくないですよもったいなくって気分壊れますからね。 だからボーンと高級焼肉来るじゃないですか。<laughs> 撮影して <laughs>、よし、食べようかって。やりたいですかこれはね、金持ちのすることじゃないですよ、こんなの。金持ちに憧れてる人がやることですよ。だって、もう、はっきり言って珍しくないんですよ、霜降りにてくることなんて。だ買うときいつもそれですからね。だったら、自分が自炊してるところをね、出していった方が、やっぱり、あれ あ意外やん自炊してるんだみたいになるからいいんじゃないかなと思いますしあカップラーメン食べてるんだみたいなところの方がね絶対いいと思うんですよ私はねそれから高級車もなんかフェラーリとかベントレーばっかりじゃなくてね旧車もうね30年以上の昔の車をいやこれね幼い頃欲しかったんだよもうこれが欲しかったんだよって。 あれから30年40年経ってもうなかなか車がなくってあ,あったと思ったらスクラップ同然でむちゃくちゃ高いみたいなねそれをどう見てもなんか全然こう役に立たない車を大事にしてる姿の方が私はね楽しいと思うんですけどねいや冗談でねトランザムなんて買えないですよ <laughs> 本当に <laughs> 近所の人にもねものすごくねあのー、聞かれたりとかね立ち止まって見てる方もいたりとかねうんやっぱりねあのフェラーリを 買うことももできますけども今でもフェラーリ買うことできるんですけどもフェラーリはいらないなぁとそれよりも昔自分が憧れた車の方が私は好きだなぁとかね車以外でもいいんですよ自分が心で素直に思ったことをやったことが、うん、自分を幸せにすると思うんですよやることが分かんないからとりあえず多くの人がやってるものはやってみたみたいなのねしょうがないと思うんですけどもねさあそれでね今回ちょっと YouTube の話をしようかと思います YouTube で え私は一般公開の動画が久保哲郎チャンネル隠居 TV はあの5,000本から6,000本ぐらいあるんですよねで毎月の収入がばらつきはあるんですけど5万円から10万円の間ですこれが何を意味するかってことをちょっと考えてもらいたいんですよこれ10倍にしたらどうですかねこのままやり続けると私の一般公開動画もしね限定公開動画を一気に一般公開にしたらもういきなりね1万5,000本ぐらいいくんですけども公開してないのが1万本ぐらいあるんでね でもそうなると、5000本の時に5万円って考えてみてください。そしたら、5万本の時に50万じゃないですか。<laughs> じゃあ、これね、YouTube やる人、5万本作ってみてください、とりあえず。5万本動画作ってみて、広告をつけて、で、毎月ね、10万の収入にもならないってことはないと思いませんか。ってことは、不労所得が出なだったら、別にね、あれ,あれやこれや,やらなくていいですよ。サプリメントも必要ないです。YouTube をずっとやってください。 いつか万万本本ななります10万本になりまますすその時にもうすでにね YouTube しかやらなくてよくなってますよっていうか YouTube 以外やる時間はなくなってると思いますよねで YouTube のネタを探すために旅行したり美味しいもの食べたり温泉入ったりとかしてすればいいんじゃないかなと思いますよね、うん、それ以外の不労所得のやり方って結局ね途中で破綻するんですようん、まあ、破綻しないのもあるかもしれませんけども分かりにくい YouTube ずっとやるこれだけね情報商材 私が売るとしたら、最初の1行、紙にね、YouTube で5万本動画をアップロードせよ終わり。この紙1枚、5万円。そんな感じでいいんじゃないですかね。昔、ヤフオクで売ってたね、教材みたいなもんで <laughs>、一瞬で500万円稼ぐ方法を、腕を切り落としてください。障害人金が出ますこういうのが本当に売られてましたからね、今私はね、1行だけ、YouTube 量産、以上、でいいんじゃないかなと思います。